こちらはね、ちょっと緊急でお伝えしておりますけれども、なんとナジョムティエン一等地オーシャンマリーナのすぐ近くに渾身のビーチフロートシビューコンドミニアムパノラ2が発表されます。パタヤはプラタムナックにあります大人気のパノラ、このパノラ2ですね、前々から噂は聞いていたんですけれども、ついに、資料をゲットすることができました。パノラはね、本当に素晴らしい建築で日本人の方々にも大人気、本当にたくさんの方々がご購入しておられます。人気コンドミニアムですね。そのパノラの最新作、どこにできるのかな、どんなんかななんて思ってたんですけれども、もうこれはね、ヤバヤバの立地、知る人ぞ知るナ・ジョムティエンの中心地。3年後です。3年後に完成するプレビルド、まだショールームもできてませんが、今から抑えることが可能です。いろんなコンドミニアムご案内させていただいてますけれども、ここはもう100点満点ですね。まずは立地、今ちょうどね開発中なんですけれども、これ分かりますかね、ナ・ジョムティエンの中心地の高級エリア、プライベートビーチ直結の超高級リゾートの一等地なんですね。しかもレストラン、ショッピング、それからエンターテイメント、スクンビットからその全てにイージーアクセス、テーマパークのレジェンドサイアムパタヤ、オーシャンマリーナ、フライングクラブ、ノンヌッチのトロピカルガーデン、チーチャンゴルフリゾート、ウォータースポーツクラブ、バッコビーチやトゥトゥビーチのグラスハウス、ケーブなどのおしゃれなビーチフロントレストランが並ぶエリア、バンスレー海鮮市場、コロンビアピクチャーズアクアバス、パタヤ最大最高のラーマーヤナのウォーターパーク、アンダーウォーターワールドパタヤ、こちらはケイブビーチクラブですね。近隣のエンターテインメント盛りだくさんに加えて、実はこの辺りパノラ周辺が、全く新しくビーチ開発されてるんですね。中心地のオーシャンマリーナからこちらの方までレストランやショップなどあらゆるおしゃれなお店が立ち並びます。しかもオーシャンマリーナの隣はアイコンサイアムがやってくると、パタヤ最大のエンターテインメントエリアがビーチリゾートエンターテインメントが完成するんですね。この静かで美しいナ・ジョムティエン、洗練された新たなランドマークの出現、ものすごい将来価値ですね。ここにできるパノラ2、高級ビーチフロントローライズ、なんとルーフトッププールありますよ。ガーデンプールもプライベートビーチも、周りにはさまざまなおしゃれなショップ、それから海岸、そして完璧な建築に充実のファシリティ、プライベート空間なのでユニット数はそれほど多くはありません。約260ユニット、 ABCD の4棟からなるんですけれども、8階建てローライズ、スーリオが39、ワンベッドルームが149、2ベッドルームが61、3ベッドルームが14、デュプレックスのペンタハウスが1ユニット、そしてショップが入ります。プライベートビーチ直結の高級ローライズコンドミニアムですね。この環境、この立地はまさにプライスレス、かけがえのない悠久のひとときを味わうことができますね。ちょっとコンドミニアムの施設設備について見ておきたいと思うんですけれども、マングローブラグーン全体が緑に覆われていまして、完全なるプライベート空間で静かに落ち着いてリラックスできる環境、緑あふれるガーデンプールは格別ですよね。これしかもルーフトップにもガーデンがあって3つつながってるんですよ。ルーフトップで都会の喧騒から完全リモートして、そして大自然と完全リゾートできる空間。ここは各棟にベースメントフロアというのがありまして、ベースメントフロアと1階は完全にファシリティなんですよね。この贅沢なフォレストをみんなで共有できる喜び、各棟ロビーはこんな感じですね。やっぱりパノラは洗練されてますよね。そしてリゾートワークするにはコワーキングスペースですね。このような環境でゆったりとくつろいでリラックスして、こちらでミーティングなんかもできますね。続いてビルディング B のファシリティなんですけれども、こちらもねゴージャスなロビーの他にプレイルームやシアター、ちょっとしたラウンジもありまして、そうここねファシリティがやばいんですよ。コンセプトもね、住む人全員が快適に過ごせるように考え抜かれたデザイン、そして特に若者のためにね、子供たちのためにプレイルームやキッズルームだけでなく勉強するためのスペースもかなり充実してるんですよね。家族全員が落ち着いて快適に楽しめる空間、本当思いやりが溢れてますよね。なんか僕なんかも娘が2人いるんですけれども、孫ができた時のことなんかもイメージさせられちゃいますよね。そしてミニシアター、ここで家族揃って映画見たりねカラオケしたりすることができるんですね。そしてこちらが隠れ家ラウンジ、友達呼んでねパーティーしたりとか
ゆっくりとゴージャスにお酒を楽しむこともできるんですね。じゃあ続いてビルディング C のファシリティ見ておきたいと思うんですが、ビルディング C には駐車場がありますね。ここはね、全部立体駐車場なんですよ。地下の立体駐車場ですね。そしてこの駐車場のラウンジではゆっくりとくつろぐことができるんですが、スターバーも入るみたいですよ。このオートマチックパーキング立体駐車場なんですけれども、こちらすごくゴージャスなね感じで、大切なお車をゆっくりと休めることができる。車の出し入れもね、モニターで管理できて、だいたい3分ぐらいで出入庫できるみたいです。車を入れるとき出すとき、ここのパーキングラウンジで優雅にくつろぐことができるんですね。本当にね、これでもかっていうぐらいファシリティが充実してるんですけれども、それではビルディング D のファシリティ見ておきましょう。こちらビーチ直結なんですけれども、いろんなショップがね、コンビニエンスストアはトップスが入るみたいです。そしてここはなんといってもスカイプールとクラブハウス、そしてビーチプールですね。この夕日の綺麗なコーランビューは30メートルもあるインフィニティプール、それからビーチプールにプライベートビーチ、このね、ナ・ジョムティエンのビーチ直結プライベートビーチのある、しかもルーフトップにインフィニティプールまであるコンドミニアムはね、これローライズなんですけれども、最高級ハイクラスローライズですね。しかもさらにさらに驚きの、これ嬉しいですね、温泉あるんですよ。夕方には夕日を見ながらゆっくりとくつろげる30平米もある温泉、プライベート温泉が3つも、プライベート空間なんでね、ご家族で楽しんでいただくことができます。いやもうね、洗練された暮らしのシンフォニー、パタヤ最高のロケーションでの上質なライフスタイルの発見、抜群のサービスとこだわり抜かれたデザインで完璧なる日常生活の追求、いやまさに上質の極み。上質といえばやはり健康、フィットネスですよね。素晴らしいナ・ジョムティエンの水平線を眺めながらのワークアウト、格別でしょうね。そしてコンドミニアムの、中なんですけれども、エレベーターホールであるとか、お部屋のね、通路の様子はこんな感じ。そして先ほどルーフトップのプールはご紹介しましたけれども、ルーフトップガーデンの様子がこんな感じですね。もうビーチフロントコンドミニアムなんでね、どこからでも海が見えて海風を感じることができる、この素晴らしさ、いやー贅沢ですよね。それではね、ちょっとユニットタイプ見ておきましょうか。まずはスタジオタイプ、ここはねスタジオでも30平米以上あるんですよ。32平米33平米のお部屋、室内も洗練されてますよね。それでは続いてワンベッドルーム、こちらワンベッドルームもねかなりの広さです。46平米47平米、そして53平米、さまざまなバリエーションがありますが、パノラ A1 さながらの美しいデザインですね。こちらお部屋はフーリーファニッシュ、全室家具付きの、内装付きのお部屋になっております。そして2ベッドルーム、このパノラ2はですね、2ベッドルームが本当にやばい、95平米93平米、そして100平米以上のお部屋もたくさんあります。新築の低層階コンドミニアムで100平米超える2ベッドルームっていうのは本当にレアですね。こちら110平米、100平米を超えるお部屋がねたくさんありまして、やはりこの高級エリアの最高峰の立地ですから、とても余裕を持たせた作りになってますよね。こちら117平米の2ベッドなんか、2バスルームプラス1のトイレがありまして、バスタブ付き、2ベッドは全てバスタブついてますね。実際のお部屋のイメージなんですけれども、いややばいですね。93平米から117平米、窓からの眺めも最高で、これはもう夢のコンドミニアムですね。いやパノラはね本当にセンスがいい、いやひたすら上質ですよね。それでは3ベッドルーム見ておきましょうか。153平米の3ベッドルーム、そして164平米、低層階型のコンドミニアムでこの広さはなかなかないですね。まさにゴージャス志向。最近ではリビエラマリブーでもね、このような3ベッドルーム4ベッドルームが作られましたけれども、ハイセンスハイクラスのラグジュアリーコンドミニアムならではのラインナップですよね。いやパノラ2、パノラエシュアリア、ここは所有したいですね。さあそしてペンタハウス、ペンタハウスはわずか1ユニット、しかもデュプレックスになっていて2階建て、165プラス115平米の 282.58 スクエアメール、
ここはね、もう早い者勝ちのオンリーワンユニット、もし今これご覧になられてて、ここはもしかしたら俺のためにやるんちゃうみたいに思う方いらっしゃったらすぐにご連絡ください。今本当発表されたばっかりなんでね、今の瞬間だったらゲットできちゃいます。お値段はね、後ほどちょっとヒントを言いますけれども、もう今日時点ではどこの部屋でも選び放題。まあ何ヶ月か前から構想はね聞いてたんですけれども、発表されたのは本日。ピンときた方はすぐにご連絡くださいね。じゃあそれでは Exclusive Services at Panora Etruria についてですね、パノラエシュリアの特別サービス。ここはね、普通のコンドミニアムとは違って高級ホテル並みのサービス、コンシェルジュサービスがつくんですけれども、飛行機の予約から車の手配、備品のレンタル、クリーニングサービス、ハウスキーピングサービス、備品のレンタルやメディカルコールまで至れり尽くせりですね。いや、これはね、もう早速ブッキングしとかなあかん思って、僕も各ユニットチェックしてみたんですけれども、このコンドミニアムは僕の予感一瞬でなくなりますね。これペイメントプランもむちゃくちゃ、これペイメントプランもめちゃめちゃゲットしやすい。例えばタイクォーターだと15、15、70、これ完成時に、3年後の完成時に 70% 払えばいいんですね。そしてフォリナークォーターだと20、40、40、これ完成時に 40% 払えばいいんですね。まあタイクォーターだとなんと価格の 15%、 それからフォリナークォーターだとなんと価格の 20% あればもうゲットできちゃうという感覚ですね。今すぐ手持ち資金が動かしにくいっていう方でもすぐにゲットできちゃいます。インストールメントも2年間かけて払えばいいんですね。これ今回のね、パノラ2、パノラエシュアリア、とにかくパタヤ最高級のパタヤ最高のロケーション、立地が本当にやばいですよね。なんと3年後完成のアイコンサイアムパタヤの隣ですからね。一度このナ・ジョムティエン、オーシャンマリナーとかね、バッコビーチやトゥトゥビーチ来たことある方ならわかると思いますが、このロケーションにアイコンサイアムプラス新たなビーチリゾート開発ですからね。とにかく立地がもうヤバヤバのヤバ。これ出来上がるのが3年後ということで、 in the future の話になるんですけれども、まあ未来のことはね、展望として期待させていただくとしまして、もう僕はね、このナ・ジョムティエン何度も、来させてもらって楽しませていただいてるんですが、もう全体的な雰囲気がもうフルプライベートビーチで、トロピカルな南国感がもう何とも言えないですよね。去年初めてこの話できるんですけれども、このパノラ2、今日までシークレットだったんですよね。まあプレビルドの場合は出た瞬間にね、早ければ早いほど早い者勝ちで、最高の物件が最短最速でゲットできるということで、僕も早速ちょっと見積もりいただいて早速購入予定。ピンときた方はね、同時進行でご案内させていただきますので、こちら YouTube の詳細欄からおつながりいただきまして、まあ実際パタヤに来れる方もね、来れない方も、とにかく瞬発力が勝負ですので、できるだけ早いタイミングでデポジット入れちゃうのがいいかなと思っております。もうね、立地が最高、それから海風が最高、景色が最高、それからファシリティが最高、設備も最高、建築も最高、そしてサービスまでも最高、最高の星がつきすぎてね、もうヤバすぎますよね。これヤバヤバのヤバ。もう僕自身もね、かなり興奮してお届けしておりますけれども、本当にね、大人の高級感あふれるエクスクルーシブトレジャー、人生の最高の宝物、自分自身に対するね、それから家族、そして今後の未来に対する贈り物としてゲットしとこうかなって思ってます。気になる価格はですね、まあパノラよりちょっと高いぐらいかな。でもまあこの位置考えたらね、プレビルドのプレのプレの超初期の発表されたばっかりのこの価格ですから、最新のねリビエラマリブがどんどん価格が上がっていったり、コパカバーナ2がねどんどん価格が上がっていってることを考えれば、なんといってもパノラのね最新プロジェクトですから、これは抑えとくべきですよね。